はい、今回はですね、今週女子トーナメントに出場する小竹梨乃プロゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。イエーイ。今週久しぶりにレギュラーツアーに出ますけれども、はいはい、私がキャディーを務めさせていただきます。去年アースモンダミンで梨乃のキャディーをやって予選を通過して、それが何年ぶりだったんだっけ。4年ぶりらしい。4年ぶりの予選通過をして、はい、なんとかね4日間戦うことができたと。で、まあ、今年は主戦場がステップアップツアー、はい、どうですかステップアップは。今は何についてどう。自分の調子。自分の調子とかこう、ね、結果的にはどうなの。前半の方はちょっとなんか上がらなくて、うん、で後半徐々に上がってきたんですけど、まだ結果になってない。まあちょっと久しぶりにリノのゴルフをこう生で見るのでね、普段やっぱりこういう練習場で見ててもなかなかこう試合で起こってる問題点とか完全に直結するわけではないので、試合の中でやっぱり見てその時の問題点を都度指摘していけたらなと、うん、目標は予選通過はもちろん少しでも上位に行くっていうのが目標かなと。で今来週まあ試合なので直前にまあ練習に来てもらって、今何をチェックしているかというと、最終的な距離計測、今の調子においての距離っていうのを測って、私がキャディーをやるときにこのライだったら何番がいいよという確信を持って言いたいので、そのデータを取らせてもらっています。でそこでですね、先ほど結構大問題が一件発生しましてですね、よくある大問題が初めて起こりました。あ、本当に。これが分かってないってことがまず問題なんですよ。ちょっとそれ皆さんにちょっと見ていただこうと思うんですね。ちょっとそれやめてください。それやめてくださいじゃないですよ。ちょっと見ていただこうと思うんで、今持ってる58度のウェッジフルショットを打つね、打ってちょっと問題をちょっと見て。なんか最近おかしいなと思ってたんですよ。じゃあちょっと58度打ってみよう。あ、はい、ちょっと上がった。これ何を言ってるかというとですね、今の実はウェッジ一見ですね、まだ溝がすごく削れてるっていう風に見えない状態、別にこのぐらいだったらそんなに大きな問題が出ないかもしれないと。ただもう触ると相当摩耗してるなと感じるんですけど、しょうがないからあれ掘りますか。ルール違反になります。やり方によっちゃ、やり方によってはダメですよ。ダメです、ダメです。はい、ちょっともう一回打ちます。で今のデータだけちょっと読み上げると、80ヤードキャリー6600回転ということです。はい、じゃあもう一回行こうか。よかった、試合前にこの問題が分かって。84ヤードキャリー6200回転というボールはですね、スリクソンの Z スターを使っていますと。なのでポッコンが出るようなボールではないんですけれども、何度打っても適切スピンの量がかかんない。じゃあ58度の適切スピンってどれぐらいって言ったら、男子だと1万回転は行きやすいですね。すごい、しっかり振ると。で女子プロですと9000から1万回転ぐらいの間が、まあ、普通なのかなというふうに思います。これをですね、今ここにある比較的新しいウェッジ、まあ、そこにちょっとピンのウェッジがあるので、それで打ってもらおうかな。正直新しいウェッジだったらどれでもそんぐらいいきますね。モデルとかあんまりちょっと関係ないですけど、先日本目に来たピンのウェッジですと、あ、グラインドフォージド58度。宣伝入った。宣伝っていうか別に、いやただこれで打ちますって言うだけです。まだ比較的来て新しいウェッジで打ちますと。でこれがすごくスピンが入るっていうわけではないです。どれでも普通9000回転ぐらい入りますから。1万超えちゃうかもな。1万超えちゃう、いや普通でいいですよ。ご飯食べて元気になったから。同じで、はい、はい、79ヤードキャリー1万310回転。やばい、倍ぐらい。私グリーンが硬いから止まんないんだと思ってた。それユピテルの時、はい、それはね、だって普通に52度は戻ってくるのに58度は思ってるより行くなみたい。そこで乗ってないって思わなきゃ。はい、76ヤード、ちょっと神気味でしたけど、それでも9730。もう一球いこっか。バンカーで削れたとかあります？いや、まあありえますね。でもいきなりやってきますけどね、なんかこうガクって急にウエッジの飛び方おかしいみたいなことが起こるんで、はい、77ヤード、9544。でもう一回自分の打ってみようか。びっくりするほど安定して乗るし、安定して乗らないでしょ。
いや、びっくりしますよ。じゃあ、はい。ダフった。ダフった。ダフって今のはいいとこに当たったんだと思います。84ヤード。この辺に当たったでも。うん、変なとこに当たって8914。今のはでも、もうもっきりダフってるんで。はい。あ、これは乗ってるね。86ヤードキャリー9500。もう一回行こうか。珍しい。なんで？あ、86ヤード6639というふうに、まあ、すごくふらつきがあるでしょ。さっきね、10球中10球全部ポッコンしてくぐってたんです。で、今初めて2球ちょっと食いついた当たり出ましたけど、でもこの食いついたり食いつかなくないっていうのももうすでに大きな問題なので、これはもう当然ながらこのウェッジの寿命です。だからウェッジが悪いとかっていうよりは使用頻度が高くて溝が削れてきたりすると今みたいにウェッジってくぐっちゃうんですよね。で、これ試合前に分かってよかったです。もうお亡くなりになられましたそうです、そうです。だからもう本当に寿命が尽きてるんだけど、それが分からずにずっとちょっと試合で使っちゃってたっていう状態なので、ね、これはね、すぐに変えるべきウェッジということで、そのウェッジをいきなり来週ウェッジ変わるのかいや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 、でもこの乗らない状態でトーナメントのグリーンでやっぱり ね、それはちょっとリスキーですね。うん、だって58度でグリーン周りからさ、やっぱりある程度硬くて速くてっていうところで、とりあえず何かしらね、まっすぐ行ってね、あれなクラブを探さないと、うん、今のこのウェッジを使うよりははるかに今後のことに対しても役立つし、変えるべきですね。めっちゃ削ってもらわないといけないんですよ。でも私の削ればいいじゃん。削るって後ろですよ。バンス削る、後ろのバンスを削って、うん、あの少しウエット軽くしたいっていう話ですけどね、はい、あのこっちの溝を削るとかじゃないですから、はい。今もうすでに全部の距離計測と僕がコンディションのチェックができたので、あとはまあちょっとこの心配事はウエッジがね、まあ、ある程度好きなウエッジをまず見つけたり、そういうのが来週試合に入るまでにすべきことかなというふうに思っています。ということで、まずじゃあファンの皆様にちょっとすべきことのハードルが重すぎて重くないよ、だって調子の方が大変だよ。まあ、調子はまあ大丈夫なので、みんな応援来てください。そうですよ、ぜひですね土曜日日曜日に残ってうーじゃないうーじゃない、ね、まず皆さんに応援に来ていただけるように、はい、あの予選通過するので、ぜひですね応援に来ていただけるとありがたいです。はい、はい、ということで井上さん、はい、練習、ほら井上徹ゴルフ大学のシール配りながら歩いたらいいんじゃないですか何を言ってるの見に来てくれ て、あの YouTube 見ましたって言ったら、はい、1枚いいですよ、はい、キャディバッグ入れて、もしファンの皆様が来たらじゃあ配れるようにしときますのでぜひよろしくお願いします、はい、なんか急にハードル上がったな、はい、じゃあ皆様ぜひよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。